夏草冬等は、井上康氏の長編小説。産経新聞に1964年9月27日から1965年9月13日まで連載され、その後、新潮文庫などで出版された。井上の小説の中でのジャンルとしては、自伝的なものに属する。井上沼津中学校3から4年の頃がモデルとなっており、白バンバの次、北の海の前である。 白番場で登場する、三島のおば、祖父、文太、神木の家の乱子、麗子、母七重が、再び登場する。アスナロ物語との関係は、二節の、寒月がかかればと時期的に一致し、寺の娘幸えが登場するなど、共通点がある。白番場では、小学校卒業までが記されているが、井上は、一郎後、名門浜松中学校に、主席で入学する。 その後、父の転勤に伴い、沼津中学校に転校し、三島のおばの家から通うことになる。夏草冬等は、その3年の夏からスタートするが、当初、秀才型だった工作が、詩や文学を好む一見不良っぽい上級生に惹かれて、いき、徐々に成績が落ちていく過程が描かれている。小説中に登場する沼津市、下河原の日蓮宗明覚寺には、 石碑があり、井上の歌で、思うどち遊び放けぬその神のカヌキが入道校、町夏は、夏草冬は、冬等がある。題名はそこから取ってきたものと思われる。また、藤尾の詩、かっちり、石英の音、秋も記されているが、井上は後に、この詩を見せられた時に衝撃を受け、文学を志すきっかけとなった、と語っている。以下、 小説中の人物と実名の対応関係を記す。ありがとうございます。